アンカーナノ2っていうガントランジスタを採用した充電器があります。同じシリーズの中から3種類発売されていて、まあ、それぞれ 30W、45W、65W のものが発売されています。若干物珍しいので、まあ、それぞれ何が違うかをレビューします。これはパッケージです。種類ごとに書いてあることは少しだけ違います。ちなみに昔買った 45W 版のパッケージがこれです。どうやらこれはアメリカ版のようです。ついでですが、昔買った 45W 版はこんな感じに分解しています、まあ、中身ぎっしり詰まっていて面白いですよ。パッケージは結構豪華にできてます。開けるとこんな感じです。少し専門的な話になりますが、充電するための回路にはフライバックコンバーターが使われています。これは3つとも同じです。ただ 65W 版は少し特殊なフライバックコンバーターを使っています。この部分です。アクティブクランプフライバック回路というのが使われています。このアクティブクランプフライバック回路ですが、まああまり使われない回路ですね、まあ、ただこの 65W 版ではどうやら採用しているようです。アクティブクランプフライバック回路についてはこの動画では詳しいことは説明しません。ただ簡単に言うと、少しだけ効率を高くすることのできる回路です。その回路を使ったからこそ、まあ、65W 版はまあここまで小さくできたっていうことです。まあただちょっと重いですけどね。ちなみに 65W 版も分解予定なので、この動画の前か後かに上がってると思います。充電器のスペックをまとめました。見てほしい部分はこの重さと、あとは下3つのところです。この縦の列がそれぞれ 30W、45W、65W 版のスペックです。重さはそれぞれ 47g、68g、そして 116g になっています。この 30W 版と 45W 版については持った時に、おお少し軽いなみたいな風になりますね。で、問題は 65W 版です。これ実は 116g もあるんですね。実際に持ってみると分かるんですけど、まあ、軽くはないです。というか逆に重く感じます。そう思うのも当然ですね。あの商品名にナノって書いてあるくらいですから、まあ、小さく作ることが、まあ、そのコンセプトの商品だと思います。小さく作ったことは非常にいいことなんですけど、その中に重いものを詰め込んでしまったので、まあ、そういう感想にはなりますねっていう話です。次は 1W あたりの価格です。この数字が小さい方が優秀な充電器です。これを見る限りだと 30W 版が、まあ、一番コストパフォーマンスは悪いですね。1W あたり82円します。 45W 版と 65W 版がコストパフォーマンスが良くて、これは 1W あたり62円と60円なので、まあ、そこまで大きな差はありません。次は 1g あたりの W 数です。この数字が大きい充電器は優秀です。それぞれ 0.63、0.66、0.56W パーグラムになりました。 30W 版と 45W 版がいいです。 65W 版はちょっと微妙ですね。最後は1立方センチメートルあたりの W 数です。この数字が大きい方が優秀な充電器です。それぞれ 0.82、0.83、0.98W パー立方センチメートルになってます。 30W 版は三角で、で 45W 版も三角、 65W 版はこれは丸にしておきましょう。 65W 版は体積あたりの電力はまあ優秀という結果になりました。 30W 版と 45W 版はほぼ同じです。この下3つだけで比較してみると、 45W 版と 65W 版がまあそれぞれ優秀ということになります。 30W 版はちょっと微妙ですね。ただ実際の価格とか重さとかも考慮した方がいいです。 30W 版はとりあえず小さいのがいいっていう人には、まあ、おすすめかもしれません、まあ、ただこの 30W 版の欠点として、このコンセントの挿す部分が折りたためないんですよ。なので実質的な体積はここに書いてあるよりかなり大きくなります。一番バランスがいいのがこの 45W 版です。多分どんな使い方でもオールマイティに活躍できるっていう感じです。で、最後の 65W 版です。 65W あるんで、まあ、大体のものが充電できます、まあ、ただ持った時にちょっと重いんですね、まあ、持ち運びとかにはあまり適していないかもしれません。ただ 116g なんで、まあ、そこまで重さ気にしないっていう人にはこの 65W 版がいいかもしれません。それぞれの特徴をまとめると、 30W 版が小さい、 45W 版が、まあ、オールマイティに使える、 65W 版は大電力、そんな感じです。 30W 版はコンセントの挿す部分が折りたたみできません。 45W と 65W は折りたたみ可能です。 30W 版を買うかって言われたら、まあ、多分買いませんね。 30W を買うなら 45W を買った方がいいです。
USB PD 充電に対応しているパソコンを充電します。これから話すことは使用するパソコンの消費電力によって変わります。このノートパソコンの消費電力は結構大きめです。付属品の AC アダプターは 150W です。 30W で充電していますが、これは充電できていません。バッテリーを消費しながらこっちの充電器からも電力をもらう、そんな感じで動いています。充電はできません。次は 45W で充電します。この場合充電はできています。バッテリーを充電しつつ、あとはノートパソコンが必要な電力も供給する、そんな感じですね。ただ消費電力によっては多分充電もできなくなると思います。 45W 版と 65W 版は充電しながら使えます。ただこれはパソコンの消費電力によりますね。重い処理をしながらだと 45W 版と 65W 版もきついと思います。多分充電できない可能性があります。ちなみにずっと充電を続けると温度は 70W くらいになります。これは 45W 版です。ということで次は温度を測ってみたいと思います。充電中の温度を測定したいんですけど、測定の条件を揃えるためにこちらの電子負荷を使います。これは実験結果です。すべて 20V で充電した時の結果です。充電している時の電力が 50% と、あとは 100% の時の状態を測定しました。まず 30W 版が46度と59度になってます。これはよくある一般的な充電器と同じくらいですね。一般的な USB 充電器もこのくらい熱くなります。次に 45W 版です。 45W 版は53度と73度になりました。で、 50% の電力で充電している時の 50% は、これはこんくらいは熱くなるかなっていう感じですね。で、 100% の時の73度っていうのはこれは結構熱いと思います。この73度っていう温度は、人によって結構違うと思うんですけど、10秒くらい触ってると火傷するくらいかなっていう感じの温度です。結構熱いですね。で、次に 65W 版です。 50% 電力の時は50度になりました。そこまで熱くはならないっていう感じですね。で、次に 100% の時は76度になりました。で、これは3種類の中で実験した中で一番高い温度です。76度。この76度って触ってみると結構熱いですね。10秒くらいが触れる限界です。ただ一瞬ですね、この1秒とかこういうふうにパッて触るくらいなら全然問題ないくらいの温度です。結構不安になる人もいるかもしれませんね。この76度っていう温度は映像には撮っていませんが、自分のところで長時間の運転試験もやりました。 100% の状態です。何時間連続運転試験をしたかというと、一応100時間やりました。100時間やっても壊れなかったので、普通に使う分には大丈夫だと思います。真似する人はいないと思いますが、そういった極端な条件で連続使用すると、中に使われている電解コンデンサーという部品があるんですけど、その部品の寿命が著しく縮まります。電解コンデンサーの寿命は105度で使い続けた場合、だいたい2000時間とか4000時間とか、そのあたりが一般的です。なので、もし長く使いたい場合は、そういった極端な条件での使用は避けた方が良さそうです。次は効率の測定結果です。こういった USB 充電器全般に言えることですが、ワット数が高いものほど効率のパーセント数を高くすることができます。というよりかは効率を高くしやすいです。実際に効率の測定結果を見てみます。 30W 版の最高効率は 89.3% です。これはそこそこいい効率だと思います。この効率の数字が高いほど発熱が少なくなります。というよりかは損失が少ないほど発熱が少なくなります。 30W 版ですと損失は最大でも 3.5W です。先ほどの温度測定の結果見てもらえばわかると思いますけど、 30W 版はそこまで高くなっていませんでしたよね。体積は小さくなってて温度は上がりやすいんですけど、その分損失も少ないので温度は上がりにくくなっています。次は 45W 版です。最高効率は 90% を超えています。そこそこ優秀な値です。損失は最大で 5.2W。 30W 版と比べるとだいぶ多くなります。 30W 版と 45W 版、表面積がそこまで増えていないにもかかわらず、損失が結構大きくなっています。その分放熱はしにくくなりますので、温度は上昇しやすいです。一般的に表面積が増えるほど放熱はしやすくなります。特にこの充電器の場合は自然空冷なので、表面積が多くなるほど放熱はしやすいです。こういったヒートシンクなんかは表面積を稼いで放熱しやすくしています。最後は 65W 版です。これが一番効率が良くて、最高効率は 91.3% になっています。
結構優秀な値です。このクラスの 65W の充電器ですと効率を 92% を超えると相当優秀です。今回測定したアンカーナノ 265W 版の効率は 91.3% です。なので結構優秀な部類に入ります。損失は最大で 6.1W 発生しています。表面積がちょっと増えたので温度の上がり方はそこまで急激ではないですけど、それでもかなり熱くはなっています。見てわかる通りアンカーナノ2シリーズかなり小さく作っています。その分表面積も小さくなります。表面積が小さいということはそれだけ放熱がしにくいので、熱もこもりやすくて、かつ放熱もしにくい。その分放熱は厳しくなります。小さくすればするほど放熱は厳しいです。さっき少し話しましたが、電力が大きいものほど効率が高くなる傾向にあります。で、今回測定した中だと 30W 版が一番効率が低くて、 65W 版が一番効率が高くなっています。効率の法則が一応これにも当てはまります。で、 65W 版についてはアクティブクランプフライバック回路を使っているので、その分効率も高くなっています。ただ効率が高くなった原因の切り分けができていません。電力が大きくなったから効率が高くなったのか、それとも回路方式が少し違うものを使っている、アクティブクランプフライバック回路を使っているから効率が高くなったのか、その切り分けはできていません。ついでに電圧保証も見てみます。充電ケーブルは抵抗値を持っています。そこに電流を流すと電圧効果が発生します。どういうことかを簡単に説明します。例えば充電器のこの部分で 5V の電圧を出していたとします。ここにスマートフォンをつないで、例えば 2A で充電したとします。そうすると電圧効果が発生します。こちらの充電器側の電圧を測ってみると 5V 出ていますが、スマートフォンを挿した側の電圧を測ってみると 4.7V くらいしか出てなかった、そういったことがあるんですね。充電する時の電圧が低いと充電速度が遅くなったり、そもそも充電が始まらないことがあります。スマートフォン側で電圧が下がらないように、 USB 充電器側であえて電圧を少しだけ高くする電圧保証というのが行われています。で、電圧保証を測定した結果ですが、 30W 版については電圧保証はされていませんでした。どういうことかというと、充電電流が増えても出力の電圧は増えないで、ずっと、ほぼ一定のままです。なのでスマートフォン側で電圧が少しだけ下がります。充電のスピードが少しだけ遅くなるかもしれません。 45W 版と 65W 版については電圧保証はされています。ちなみに一番電圧保証が大きいのは 5V の時です。電圧が 5V の時の 0.1V と 20V の時の 0.1V はかなり違います。 20V の時はほとんど影響はありませんが、 5V の時だとかなり影響が出てきます。そういったことも考えてこの充電器の中で全部やっています。皆さんここまで見てきてどうですか？ 30W、45W、そして 65W 版。個人的には 30W 版はいらないかなって感じですね。 30W 版を買うなら 45W 版か 65W 版の、どちらかを買います。それかそもそもアンカーナノ2の 30W 版を買わないで、他のシリーズの 30W 版とかを買ってもいいかもしれません。なので 30W 版は選択肢からとりあえず外しておきます。で、残るは 45W 版と 65W 版、どちらかです。発熱についてはほとんど同じです。どちらも70度から80度近く温度は上昇します。温度上昇の点についてはほとんど同じと言っていいでしょう。 45W 版と 65W 版、どっちを選ぶか、あえて選ぶとしたら65W 版を選びます。アンカーナノ2シリーズに限っては、大は小を兼ねると言っていいと思います。大きさはほとんど同じ、重さは 65W 版ずっしり感ありますけど、そこまで大差ありません。 45W 版が3390円、 65W 版が3990円、プラス600円を払って、20W 分ゲットできるわけです。それなら 65W 版を選ぶかなっていう感じですね。ただ 45W 版もバランスはかなりよくできています。正直普段使いならこれ1個あれば十分かなっていう感じですね。使っているノートパソコンも充電できてしまうので、45W 版でも正直 OK です。ただ 65W 版は大は小を兼ねるということで、どちらか迷ったら、とりあえず 65W 版を個人的にはおすすめしておきます。ただ最終的には使う人次第です。
45W 版で充電できるものしか使っていなければ、正直 65W 版を買う意味はありません。素直に 45W 版を買ってください。 65W 版を買う必要はないです。ちなみに概要欄に Amazon のリンク貼ってあるので、気になったらそちらから商品購入できます。ちなみに予告ですが、 65W 版、 45W 版と同じように分解します。 30W 版の分解はしません。 30W 版は特に特徴ありませんからね。それよりかは特徴のある 65W 版を分解します。アクティブクランプフライバック回路が使われていますし、まあ、あとちょっと重くなった理由も知りたいですし、これは次回のお楽しみということです。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。